こんにちは、別役です。テキサスのスーパーマーケットにあった日本であまり見かけないものを紹介します。マゲイというファイナルファンタジーのそこそこ強い剣みたいな植物がありました。ラディッシュ売り場は森のようでした。ナマズの切り身は切り方がとてもワイルドです。パンのメーカーが貧乏という名前でした。肉の塊が尋常じゃない大きさです。テキサスなのでスーパーにもテンガロンハットがありました。そしてメキシカンハットもありました。 UFO キャッチャーは日本のものと変わらないですが、タイヤのぬいぐるみが入っているのは斬新だと思いました。それでは皆さん、ごきげんよう。